第40期放送戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。そして解説は A2 リーグより三浦智広プロにお越しいただいております。三浦プロ引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。第40期放送戦 A2 リーグ第5節3回戦東杯の開始です。ャち上げ、杉崎里の合図によって対局開始されます。3回戦ちいちゃから白鳥、なんちゃ今度シャーチャーたしかわ、 ベンチャー古橋の並びです。さあ、一二回戦が終わりました。好調なのは白鳥ということで。ついに首位になっちゃいましたね。はい、なってしまいました。反対に近藤さんがきついですね。きついです。最後一人退みでね。ねん、二回連続しすぎですもんね、えー。ちょっとでも積もってくれれば、二人退みだったもんね。うん、あら、<laughs> こっちにカメラが来るということは。首位の話題をしろってことですかね。<laughs> <laughs> でも、三浦さんは。さあ、か。 はいです。緑枠です。まだ緑枠です。ああまだねこの時点でね考えてるじゃあまだまだ初期できないですよ。皆さんまだ2年目ですよね。でもう2年目ですね。まだまだですよ。たださっきも話題に上がりましたが、あくショータプロ？そうですね。2え34期生。565年目か6年目っていう感じです6年目っぽいですね。ね。D3 からって言ってましたもんねさっき。え。 で、一回だけ特賞して。ええ。すごいじゃないですか。若手がやってきますよ。いや、僕もね、特賞出てたんですけどね。そうだったんですかやまきも残廃も残廃でしたよ。特賞は一回だけですか。二三回。二三回。あ、結構出てますね。出て全部、全然ダメでしたね。せやたりいいシャンテンで、ウワンかとら。これいいワン考えてますね。はい。いいシャンテン取らず。 これ順命的にもあるんですかそうですね。えっ、ー、と両ピン切っておいてピン風テンパったらドラ切るっていうのは普通の選択なんですけど、<っ>イワン切っておくとね単位やおドラ位置で、はいはいリーチ打てる可能性非常に高いので、これ結構イワン切りたいってですね、はい。そして立川が白のポンテン取れるんですが出すのはウーマンとなります。なるほど。でも立川さんの手は結局ドラが使えたとしても千二千程度になってしまいそうなので、はい、これ白内でさばさばくてはありそうですね。うーん。 その前は、町はリャンウーソーとなります、うん。白鳥さんみたいに、現実的にタイが見、見えてる手配と違って、<え>立川さんはね、それ、ドラプラスアルファの。プラスアルファがね、あまり望めないんですよね。はい、それこそ、ドラが重なるぐらいしか。ないですね。まこうだ、高打点が見づらいので、この手はポンテン取る手ありそうですね。<laughs> さあ、古橋も、こちらはどうでしょう。いいシャンテで。七八期の三色も見てたんですね <laughs> で。マンズの一通と、そのドラと。はい。 なんかいろいろ見てたんですけど E1 一通は見切った形ですね、はい、ちょっとピンズに手応えがあったのかもしれないですねシャラトリまた難しいですね E ピンが三切れ E ピン3切れ難しいですね,ですねこれパーピンもありますねただ、うん、そのパワーピン切るメリットってローピン、はい、チーピン引いた時にドラ切り 受けました、ね、そのタイヤン・イーペイコーの可能性ができるんですけど、えー、どうせチーピンが今回は3枚見えていて可能性低いのでもう今の手配で一番広く受けましたね、はい、マックスはメンタンピンでいいと親でもあります馬を押せた立は変わらずイシャンテンそして近藤がその馬に反応して先ほどマンズの本一に寄せていますテンパイこれはピンフ取ってやみてんですねイスピン鉄板イスピン三切れサブロソヒ引いたらリーチすると思います、はい、あ来たよ来ましたね ここだ転機はるか。パワーサキギリ。はい。このパワーサキギリ聞くんですよね。どういうことですか。いやそのマンズの本一っぽくてドラのウワンチーしてるんで、はい、例えばこの後ね、<っ>あまあこれはどっちにしろチーできるんですけど、うん、そのトンカチュンポンできたときに先にパワーワン切ってあった後のペイの老級ワンの可能性と、<ー>そのトンカチュンポンして出てきたパワーワンの時の老級ワンの可能性全然違うんですよね。 その白鳥さん目線で言うと、老朽級九ワンなら一万押してもいいかなって思えちゃうんですよね。先、はい、にパーワン置かれてると。九万ぐらいならとそうそうそう,そう思いますね。ただトンチュンポンしてパーワン出てきたら九ワンってシャンポンにも両面にも全部危ないので本線<選>になっちゃうんですよね。うんうん、リアンソウ天配たち顔闇点です。折りも強いですね。確かにプッシュ強いですね。うん さあ、古橋さんは、これ全部強いので、全員、なな全員見なきゃな状況ですね。まあ、その中でも、特に、やっぱり、その近藤さんの。はい、あの、打点が一番高そうなので、そこだけには打てない。チーワン行けました。チーワンは、結構切れそうですね。とか、当たるケース、相当なさそうですよ。今、絞られてると、自敗、こう。ん。パー1先切りして、ローキーワン固定してますもんね。ええ、少なくとも、チーワンで上がるとしたら、うん、その、五、六、七、八、八から。 八を先に切ってなぜか天排外してから食い伸ばしてることになるので、うん、ほぼありえないですね。ローマンはどうですか？ローマンはその下のあのー、すごめえ五六七八の形が、はい、形があるんですけど今回パーマン先切りしてるんで結構可能性低そうですよね。 その今回は自敗シャンポンと両面だったんでパワー1先切りにしたんですけど、うん、もし C578 で自敗自敗みたいな形だったら、はい、さすがにねその自敗ポンしてパワー1がちゃんとになるケース残したいと思うのでローンは相当切りやすくはありますね。うん、現在3人撤でですトンンンチュがが山に枚ランスはいかがでしょう リャンウーソーとか結構良さそうに見えますけどね良さそうですよね今フルハシを一枚持ってきたのかされでもあこれチュンは危ないめちゃくちゃ危ないチュンは宝珠杯ですこれさっき言った理由でパーワン先切りできる形ってなんだってなるんですよねいったチュンが上がり近藤のおパタリがここで決まりました これ、近藤さんのね、数ワンからぎり地味にファインプレーかもしれないですか。ど、これ、数ワンからぎりしてないと、その立川さんが涼腕通してるので、はい、もう、数ーハイの街がほぼなくなっちゃうんですよね。あ<ー>ってことは、相当自敗の可能性が高くなっちゃうんですけど、数ワンからぎりしたことによって、その数ワン周りの両面だったり、シャンポンだったりの警戒度が上がるので、チュンの安全度が上が上りました、ねえー、いつもあれ、つもぎりしてましたそうなんですよねそ,のそうか。 難しいんですよ数番から切りしちゃって例えばマンズのメンツがばれちゃうとかもあるんですけど今の場面は有力だったかもしれいつもやっぱこれどっちがいいんだろうと分かんなくなってもうつもぎりしちゃおうって思うんですけどそうそうそう難しいですよね、まあ、でもそっちの方がシンプルでいいですよ、はい、その下手に手出しあのからぎりをいっぱいする人って結構手配余りやすいので、えー、ただ今の場合みたいなのはちょっと見ておきたいですよねその通されてる範囲が多いからからぎりすることによって相手に ちょっと1枚釣り出しやすくすくるみたいな、うん、じゃあまたねあれ、うん、もしつもぎりしてたらね注文もしかしたらそうそうそう止まってる可能性高そうに見えますけどねもう現実的な街が自敗しかなかったんで可能性の高い街が地味なファインプレーに見えます三浦さんはここぞという時にから切りすする感じですか今のできるかわかんないですね、はい まあ時間使いはね結構ねそう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 ,そう調校すればできますよ <laughs>、ええ、もちろんその調校がじゃあどうなのっていう,そう例えば今の局面ね、はい、例えば白鳥さんにマンズの目全部物をされちゃって、はい、立川さんにリャーマンをされてしまったということはこれ数番引いた時は空切りするとちょっとリセットできていいなとかね、ええ、その瞬間瞬間に考えとかなきゃいけないですからね、ええはい、難しいです、うん、今度上がった親番中でもトゥデイもマイナス7.8までこのハンチャントップの 計算ですもんね。はい、なんとか取り返していきたい。はい、古橋はちゃんたけ。ドラを持ってきました。白鳥は三色が見えるでしょうか。三万の受け入れは。形はチーピンキューピンですね。五<っ>ブロックにして。キューピンの方から、はい。ローピン引いた時はまた考えようと。はい。立ち替えもドラがあるんですね。 結構チートイツにしそうですよね特に立川さんだと順は一切れですなくてもありそうですけどこれで十分ですねはい手形十分になった白鳥がここに来た親番何売り切れ何売り切れローピン横に伸ばしたいえまあでも大チャンス近藤さんねここ最近もタイムみたいなのは入ってないですからねリーグ戦しばらく見た記憶ないですよね 笑顔が見たい。ウーピンウーピンじゃない？なになになにンウーピンな気がするウーピンな。嬉しい嬉しい。特に今回ね、その立川さんと古橋さん相当なん切らなさそうな手配してるので、これはあの白鳥さんがまあ白鳥さんがいいんですよね。いいんだよな。あこれでに差しの衣山ってああいいんだよな。来ちゃうな。これはリアマンから切るかローマンから切るかですね。安全度ですか？はい。ローマン一人の現物でしたが。 ローマの方を選びました何パーピンですねありがとうございますパーピンつも切りあこれででもまだ切らないですよねチュンポンテンですけどポンテンで切るかな切りそうですか<旦>でもパーピンが四枚見えちゃったんですねあでもしごろの変化はありますね確かにポンしてパーピン切るとかもあるかもしれないですねお取らずなんですね、うん 少なくともそのポンした数ワンパーピーのシャンポンの価値がなさすぎるので、はいえー、ポンをしといてピンズが両面になった時は何切ろうかっていう手もありそうです。ンンポしして数万はあんんまりしないんですか数ワンもありますけどねうもうなんか数ワン切る人はそのピンズ横に伸びた時にドラ短期想定までして絶対何切らないよみたいなイメージに見えますね。 まあでも順面的にここからスーワンスーワンっていくリスクも考えるとやっぱりポンするならとテンパイ取るかパーピン切るかにはなりそうですねで立川さんってことを考えるとこのテンパイではドラ切らなさそうな気がするこれで十分ですねはい近藤さんの欲しいカンパーソー二枚山、はい、おおおこれ引ければ大チャンスこいこいこい もう二枚あるってことですからピンズの方引いたとしても大丈夫大丈夫今度来ないあ、チュンだよあローピン捕まっちゃった嘘でしょなんがなくてあ、不気にらなかったなんでねー硬かったごめんなさい、僕が予想したよりもずっと硬かったですサブローキューピンの三面ちゃんなら取ると思うじゃないですか立川さんはこうなくちゃ あ、でも、近藤さん、にチャンスありき。ってこあ、もう、これ、むしろ、なんないですから。一気に、チャンスきました。そうだ、そうだ。誰か切ることもなさそうです。しで、テンパったよ。ローピン、ロスピン助かった。これは、これはね。近藤さん、上がりですよ。これもあるんじゃないですか。あ、そう。ローピンチして、何短期数音は。ええ。でも、これ。なんか、泣かない、泣かないと思います。泣かないと思います。その。さっき、なん切らないぐらい、守備力高い人が。これ、き。 このチーして数万親に勝負するとは思えないですね。うんうん、なんかそれやるとなんかやってることちぐはぐな気がしますね。はい、安定して安定してますね。バゾ、うん、ーーはパーゾはまだ二枚いるんじゃない？上がりまで欲しいですね。欲しいですね。いやではまあ上がるんじゃないですか。リズモドラダね。はい、あ、三浦さんもそっち寄りになってきました。<laughs> <laughs> とうとうこれ上がりそうです <laughs> なんか希望もあるかもしれない古橋さんはこれはちゃちゃ入れなんですかあのしかもパワー1現物なんですよねドラタンキーを目指して普通にテンパイ取れる可能性があるので打ってやった感じですねシラプトリはやめにさニャンワンとチーストが全然通ってないのでここで無理とあとつも段階だこれで立川さんも完全にやめそうローピンが現物 あとは以上ですね一個だけでした、はい、中筋の物品があるんでそのくらいかなはいパーマンが現物でしたねパーマンのチャンスで Q1 が三枚目なので Q1、うん、も通るんですけどまあ一応ねその近藤さんが何つもぎった時に何切って店配取れる可能性が残るは残るんですけど今度はあとつも一回まだ二枚じゃない二枚残ってる夢はあるどこにも流れないうん いけ一桁。パソいない。くい流しちゃだめだよ、フルハイザー。くい流してない。え、パソ全然いないんだけど。ダメなんだけど。あ、何切ったら天配。いや、フルハイザーは切らないと思いますけどね。単純単純な数字で考えたら切るって全然あるんですよね。どうなんでこの一枚切るだけでそのほぼマイナス千点がプラス千五百点、二点五ポイント得する。 まあ何な,なんて所詮自配なんで、まあ報酬率10%もないじゃないですか、はい。でも売った時はち高い。そうそうそうだから10回に1回1万2千点損するけど、10回に9回2千500点得するんだったら、そう数字は見合うよねって切る手はあるんですけど、ただそのね、1回ミスった時のリスクがあまりに大きいのでほ、ほぼに1万2千あるんで、何パイがない。何パがないかも。パーソ持ってないけど、えー、っと。 ないですね。そう、全然ないですね。全然ないな。ピンズがウーピン。選べました。たリャンワン。数ワンのワンチャンスかな。流局ばタリでした。カンパッソ。リャンワンが自分の目から三枚抜いていて、近藤さん第一でリャンワンなので。はい、リャンワンがそのワンチャンス。ワンチャンス。プラス、その。 リアンワンの愚形の可能性が非常になかった。かなりなかったんですね。<ー>その当たるパターンがリアンワンしかない、はいで。しかもそこがワンチャンスになっているということで、リアンワンになりましたね。流局でした。現在はトーン二曲の一本場今度の夜間連チャン中、はい。全然上がれないじゃないですか。ダメですね。ドラがチューン難しくないですか。まあ、一対一ピンか。チューン重なれば。まあ、でもこれチューンがなくても、リーチ対応、ええ、面単品で。はいはい、十分打点あるので。 あとは相手のスピード次第本一だ本一だ本一だでもスピード的にも近藤さん良さそうですよね、うん、一番速そうですね立川さんのトーンが出て白鳥さんがポンしてとだいたい本一にはなると思います、はい、あと欲しいのがシャート まチューンはどんどん切りづらくなるんですかね。どうなんでしょう。うん。そうですね。切りづらいは切りづらいですけど。ええ、このチューン。まあ親番だったら、き、あのー、形次第ですね。はいはい、明らかに面談ピンみたいないいシャンテンになったら切ると思います。うんうん、古橋は絞りをきかすか。 絞りそうですね。そのここで絞るかどうかって結構人によるんですよね。絞らなかった。<ー>これはその近藤さんの親ばで白鳥さんが2004セ積もるなら別にいいっていう考えですね。なるほど。補充しなければ、はい、順重ねたよ。重ねた。え？リアンシャンテン？リアンシャンテン。はい。しかもなんかね、マンズの受けがないのがうっすらいいですよね。ねいいですね。うん、いいですね。あ、これもうむしろ泣いてもいいよ状態になってますね。補充にならないなら。補充にならないなら。 あの白鳥さんが2 0 0 0 4 0積もる分には自分が2000点まあプラあの一本まで2000点払うだけで近藤さんの親番落ちるなら別にそれでいいですよってことですね。はい、そこら辺最近やっと理解しました。<laughs> <laughs> なんか積もられんの悔しいと思って,て、うん。いやわかります、ね。これがね例えばね <laughs>、うん、このリーグ戦だから別にいいってなってるかもしれないですね。その例えばトーナメントでそのし白鳥さんがライバルってなったら、はい、その時は絞った方がいいとかあるんですけど。リーグ戦なら。まあだから今。 古橋さん目線では別に白鳥どっちでもいいよと、うん、別に白鳥さんを意識してるわけじゃないですよってことですね、うん。これ例えばですよ。僕が白鳥さんのと特に座ってたら、はい、白鳥さんに絶対上がらせたくないんで、<あー S 2> 絞るとかになるんですよ。<laughs> あ、古橋さんのとこにいたら。そう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 。そ,そ,そ,そこはやっぱ順位が競ってるのもあるし、うん、当面のライバルなんで、えー。そこに上がらせたくないとかいう思考も出るんですけど。まあ、それはそれで、まだ、あのー、たくさん説残ってるんで、考えすぎ、はい。

いやもううわあ氷 <laughs> 厳しいよー世の中は厳しいねー。ズボイペイコ五百千六百千百。実際ねその周りからフロハシさんを見ると、はい、ハクリアンマンからぶつけてるので相当手早そうだなって見えるんですけど、はい、実際結構悪いところからね。あの手が伸びただけなんですけど、いやでも近藤さんおなて積もれちゃうな。えーね

そういうの切り替えるのも大事なので、ええ,え皆さんそこは得意としてる分野じゃないですか。通語、えー、引きずっちゃうから、もう全然対局見てるとわからないです。本当次のは次の曲までね、あれあそこああだったのかな、えー、あれ切ったらどうだったのかなって考えちゃういます。わからないですよ、見てる分には。そうか、それを悟られないのも大事だと思ってるんでね。えーえー、あ、でも差し子のイーシャン,テン。来てる来てる来てる。次こそね、<laughs> うん、いけますよ。リアンソーとサブロピーのイーシャンテン。 キューオール空振っちゃうとちょっとき、はい、ますよね。だって一歩間違えればね5万点6万点持っててもおかしくないのにね。う親番フィーバーしてるところですよ、うん。さあ近藤さんもいいけど親番の立川さんもいいですね。まま、はい、まとまってました、うん、いいシャン,テンです ただ現状打点が見えないので、はい、この後のドラ引きとかでね高打点めっちゃ見えてくるのでーー、はい、6七八の相図たりを引いてきたらちょっと楽しみですよね。こ,うほうほうこちら。まあ現状でもポンテン取って全然おかしくないんですけどです、ね、例えばね今回パーソーちょっと弱いかもしれないチーソーが2枚見えてるから、えー、むしろチーソーとか引いたらね結構打点とかもありそう。白鳥さんも打点見えますね。 この曲いやもう毎回見てますよこの人 <laughs> <し>これは残すうんまあ一旦広くしときましょうはいど土田管理棒とい,いピントそして注目三郎ピン2うさあし五になるかどうか5かー、まあ、一応残しましたねはい 六七八だとね。いいんですけどね。すごいだって見えたんですけど。五だと結局ね、うま、えー、くいって、白のみか。まあマンズ下に伸びて、タイヤーが見えるかなぐらいなんで。チートツイツいいシャンテンは古橋です。ドラありますもんね。残ってます。おわきたー。おわきバッと引きれて、いいシャンテンは白鳥。きたけど。<laughs> <laughs> いや嘘ああ、そう、この嘘が相当です、ね。これは上がれるんかい。 確かに。<laughs> 今度長いとなりましたピンフ千点です。まあでもね、三万八千点あるんで。ですです。そうですね。うん、未来は明るい。うん、なんか可哀そうなのが続いてるだけで。はい。七七上がったんですよね。そう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 。ここでねそんな贅沢言いってたらバ,バ,バチャ取っちゃいますから、ねはい、ごめんなさい。ド、うん、ラリアンピントン四曲。ウロアショ野番。 なんか普通に進めたくないですね、まあ、でも親番だからさすがになんか社員になりそう普通じゃないとなるとなんか自敗全部残して、うん、チートいつか本一かみたいなはいそれぐらい悪いってことですかそれぐらい悪いってことです順がドイツは近藤形はいい土川さんも今日マイナス20.6度地味にマイナスしてますよねですねてかむしろ近藤さんがここでトップなのではい この説は一番負けちゃう、負けちゃってますね。はい。まあ、ただ、ここのきょう、この半チャンうくだけで、全然変わってくるので、<え>しかも、今回、手配いいですよ。今は、27,400点。いろんな打点が見えましたね、立川さんは。立川が一番いいですか。いいです。打点が見えるのが、何より。六七八の三色も見えるし。し。 なんかね、これいいピンだけ切っちゃうとかもなくはないけど、まあでもさすがにピンフドライチがいらすぎですね。はい、はい、はい、無理です。え、チーズ置かせてってことですか？そうそうそう。今今のがね、数ワンじゃなくて、例えばなんだろうな、ウーワンとかだったら、ウーワンだったら、なんかいいピンだけ一枚浮かせて、あ、やっちゃいそう。そう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 やっちゃいそうです。タンヤオかドラかそのタンヤオイペイコか三色か、なんか全部残していいピンだけ切っておくとかも。 なくはないですよね。まあでも二六オロも偉いんでね、そこまでやる必要はないかもしれないですけど。立川さんですか。うん、そ,<あ>その子供ですね。あ、子供でした。うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。こちらですね。力が入った。うん、まあこれはねドラ短期あるんでね。はい。消えるしかないですね。こういうのってドラ短期想定が多いですかね。うん、まあでもドラ短期でね打点十分なんで、<え>うん、価値は高いです。 ドラ重ねて天杯もありますね。十分ありますね。山々ここはパーピンつまぎり。あら古橋さんも。いいシャンテンまで来ましたね。<A> ただ形はこっちの方がいい。<laughs> 白鳥さんと先生天杯。うん一応。いや相当危険。どっちかにしつつこれリーチの間かな。えー、なんかその。 天杯取るは絶対取ると思うんですよね。取り,取ります、取ります。このあと数層引いてリアンペイコンもあるし、はい、ドラ引いてドラ短記もあるし、はい、まあ悩むってことはなんかリーチの選択があったのかもしれないですね。リーチするならどっち短記だろ？乱装短記なんですかね？乱装になりそうな気がしますね。うん、そしてフロハシが天杯サブローマン親番です。で急装短記になってローソギリリーチ白鳥三あリーチチートイですね。山にゼロ枚。 はい、で古橋さんがおそらくほとんど降りないので、ええ、相当古橋さんよりいいですねこれ一回崩しちゃうとか古橋さんないんですかね対応を持ってもド,ドラ引いたらなくはないですけど親番でピンフテンパイとなるともう押し切っちゃった方が手っ取り早い気はしますけどね、はい、これは8切るか5切るかですね9ではなくうん絶対8か5です 5の方が切りやすいんでしょうか。レアンスを切れてて5、うんはい、5の方が切りやすいですね。ええ、普通に8はシャンポンもあるんですけど、ただ8を切っておくとしごろになった時に焦点になるっていうので迷いました。自分の手形的にですね。はいまあ、でもこのそのほんのちょっとの差なので、はい、パースを切るても十分ありそうですね。はい、これでリーチが打てなくなっちゃった。うん となるとなんかそういう体制的なところを考える古橋さんとしてはちょっと嫌な感じしますねこの後しづらいかもしれませんね、うん、でも上がり逃しはしてないですからねですねそっかどうせ上がり逃しにはならないですもんね、はい、サブローはキープされるのでもうなんかちょっと と嫌な感じを感じる。感じを感じる。感じる,感じる <laughs> と。なんかドラを引いたときに急走急走で回るとかも。<laughs> ちょっとなきにしもあらずだけど。なんか数字だけ見たらもう全貌しきっちゃった方がいいぐらいなんですよ。<えー S 2> この親で。両面転売。急走は山にゼロ枚。サ三郎マンの古橋がいます。急走。数字、うん。三郎マン。結構残ってますよ。 ーヤマそんなにます3がが <laughs> ローマが3枚あるでしょうか,なんかもうちょっと順目が進んで古橋さん<え>最終手番か残りつも一回ぐらいの時に2ピンとか引いてきたらあ<ー>その急走粘るというよりは降りる選択肢があると思うんですけど、はい、今現物がウーマンとローソーとスーピンーその次に安全の高いのが急走に見えますねはい。 3万が1万減って残りはローマンが3万あるだけとなりました立川さんも広いイーシャンテンになってるんですけど C1 が振り点なのでドラとの重なりが魅力ないパピ間パー1が筋でまあまあ切れそうではありますけど粘るかどうかですね<ん>どう粘るかでしたね。1は筋でい パーソーいきますねなんかちょっと間が嫌なんですよねその、えー、さっきパーソー止めたの結局切るんかいみたいなあ,ありますあります、はい、<laughs> そのなんかマナ悪さだったんでしょうねサ <laughs> ブローマン急走はゼロローマンが見えればフルハの勝ち はどこに行くかです。立川さん転売した時にね、リャンピンかパワーピン切らなきゃいけないので、結構厳しいんですよね。よその間に通ってくる、<あ>ウーピンがとりました。これでパワーピンは切れるかも。でも、ウーピンチーはできないか。ですね。リャンピンは切らなさそうですね、立川さんだと。えー、で、チー1が自分の目からもう3枚見れてるので、なんかドラ重なった時だけ頑張るかなって感じですね。ですねリャンピンまだ残されています。ああ。ここに来た。粘ります。 うん粘らずました3ピン通ってるこれローピン切っておくと、はい、ドラ引いた時にウーピン切れるのでおいいかもドラローピン切るか3ピン切るかですねローピン通りやすさいかがでしょう切りましたねですねまあシャンポンもパンちゃんも相当なさそうなのでどうも白鳥かなり嫌がりましたふるはしの上がりですピーフ1500 でもこれ古橋さんからするとごろ<え>だとローワン高めで1万1600なんですよ。パーソンとウソスライドしてるとそうそうそう,そう,そうリーチして、はい、このローワンで1万1600だったかもしれないので、はい、どうですかね気にしますか古橋さんどうなんでしょうまあでもローソン切りリーチでパーソンのシャンポンとかありますありますけどあり,す、ね、ありますけど初戦ねどうせウソ、うん、を当たるときはパーソンも当たるコツの方が圧倒的に多いので、うん、全然パーソン切るても有力だったんですよね。はい その後ね、うん、意地悪にもスー,ーすぐ訪れてまあ結果論だけ見ると、<っ>あそうう初キャーってなっちゃうんですけど、それその辺をあ引きずってる引きずってる引きずってる、ピピノくなった。はい、対局始まりました。トーン四局です。ドラが白、古橋の大山中で一本マとなっています。 ではい、はまずまずかさあ初がといつは白鳥とも重ねましたとんば難しいですね満ンズの本一かソーズの本一どっちを強く見るか難しいところどっちも4枚ですね、うん、で今度さんが今ドラドラになりましたねらららここめっちゃ早いぺちゃぺちゃすぐ切られそうはい出ましたよ泣きますんタイプ的には泣かないでしょうねあこれでソーズの本一かなりソーズ強めになりましたね <laughs> ドラドラ今度 特に縦にあまあまあ今回はすぐポンだったんですけど縦に<ン>はい休戦が縦に来たことによって、はい、チート率とかも残しながらね思いっきり本一見えるので嬉しいつもりでしたね。ハがここにあります。ジャさん手配いいですから出てもおかしくないですね。はい、順調。来てる来てる白鳥です。形は悪いんですけどね。それを補ってあまりある打点があるので、はい、超チャンスで。約約本一。あこれで出そう。 出たはずぽん形がいいですからぽんぽんきゅいやこれね微妙なラインなんでですかそのチャンタがあるんですよおーおーうんやくやくチャンタでテンパネすれば一三二六あるし現状ねそのペンチワ1ペン酸素でも十分打点が見えるっていうのが大きいです<ー>ただウーソにくっついたときは当然本一にしますよっていう構えです、はい、じゃちょっと両天秤みたいなそうですねこの後もし九ワンとか引いてきたらな、はい、内て五千二百とか見えるので ちゃんとの方にすると思いますその時はウー切りということでしょうかです、ね、次のハどっち何を引くかで決まりそう、はい、テンパイは取りそうですねチーテンポンチーテンも引いてもえ形がもっと良くなったかただ差し子は崩れましたですね乾酸素をバーッと引いたのは古橋そして今度がドラドラのいいシャンテンただ形がめっちゃ悪いですねパスを切ってて いやでもペンさんは二枚切れなんでさすがに外しそうですね、はい。なんか白も出にくい状況ですね。毎秒、うん、に。順調。いいチャンピオン。お見事。順調。このねペンチは残し見事ですよね。はい。狙えられたのが。ラフに本一で狙うんじゃなくてその現実的に上がりやすいそのギリギリのラインを攻めてる感じがしてめちゃくちゃいいですよね。うん、あスイム引いちゃった。 フリテか。でもこのペイめちゃくちゃいいっすよね。はい、そのフリテンのサブロキは残してもそんなに上がりづらいので、どうせそもそもリーのみの両面がねあんまり価値の高い局面ではないので、<っ>ペイペイ行ってる間に価値のあるイーシャンで戻ってきてくださいねって感じです。どうでしょうか。ただもおしらとがペ,ンペンイ三ソの天敗です。今度は実際はでも三 <laughs> 万か。まあね、実際はい、白が二枚いるので全然上がりありますよ。すね、ちなみに三ソは。 山に二枚。えバネ二枚？山にですよね。山に二枚<う>はい。リアンシャンって戻しましたね。<今>そりゃそっか。白鳥さん結構想像の範囲ですもんね。血が入りました。これで白で剥がれる形となっています。ただ、はい。どうですかねこれ近藤さんの捨て牌。どう見えるかってことですか。そう。 単葉なのか白があるのか難しいラインですね。うん、あでもこれで白あ,ありそう, <laughs> りそう。なんならあんこに見えるな。そこに立チカワも。ですね。白あんこと考えるとウーワーめっちゃ強いですから。ええ、サブロピンに価値があるってことですか。上がり安さ？ですね。もう、うん、そもそも折り切れなさそうですもんね。ええ、近藤さんが取らあんこ っていう風に読んでしまうと売り切れる可能性も微妙なのでだったら上がり切ってしまおうっていう感じに見えますね、はい、これめっちゃ切りづらいですよどっちにもいやいや白鳥さんに近藤さんはむしろ通しやすい、はい、ですよね、うん、ただ数万切ってるんですね、はい、ってことは近藤さんのドラアンコはそれほど考えてないってことなのかなどうなんでしょう近藤さん単様に見えてるのかないや微妙だな ちょっと強いですけどね。強い,強いです。うん。間違いです。一層急走。一層倍一でした。嘘偽物です。あ、ごめんなさい。一層急走。これ、一層は近藤さん止めるかもしれないですね。最初手出し、リアン相だからですか。嘘切ったと、リアン相手出しで。ええ。かなり関連している。うん 一層九走三山三山三山でも白も二山二、まあ、対三はいチッることはありませんもう立川さんは完全に撤退しそうですけどね撤退です補充にもありたくないアンパイとまあその総数以外はその白鳥さんには当たらなさそうなので、えー、それ以外の色で近藤さんに取る入らんいて感じです古橋さんも頑張ってますが 何が一枚切れ。いそうやでしょ。嫌だや,やですね。<laughs> いや一通を残すかどうかじゃないですか。何切らんないとして。<っ>いつでしたすぎ。約約<ビ>ちゃんたとなります。千三百二千六百の一本番、うん。これもね、そうに寄せるかどうかのねバランス非常に良かったですよね。はい。 いやいやいっぱいいますいっぱいいますそういう人<っ>まあそれはそれでねテンパイが少なくともありそうだったんでそっちで上がれる可能性あるんですけど、うん、なんか非常にいいバランスに見えましたね近藤<っ>さんもね実は白に山だったんで,でチャンスだったんですけどまあご本人的にはね周りが降りてたらいやいやいやもうさすがに一応泣いたけど <laughs>、ね、多分無理だろうなと <laughs> 思っちゃいます、うん いいですね白鳥鳥さん白鳥フィーバーバ来ておりますはかったですねです白は山4。強ロチになるか単4になるかどっちかにしたいですね。っかな持てきたら、うん ウーマンとかでもウーマンでも初初マン引いたら初切りそうですけどねこれ微妙だなこれでも初初いやでもねこれ残すとね例えば老9層引いた時にろちの三色いいシャンテンになるので3腕切りが有力なみたいな、ね、そんなイメージだと思いますねでチーソン残すとちょっとね単位ヤを崩れる可能性上がっちゃうので初初、はい、というよりは3色になったら こうてみたいな感じになる可能性が高そうなこちらです気がうっすらとクソ3万か3万だ <laughs> いや前順ね多分ハツハツの選択肢もあったと思いますよええええうん、それならジャンプが変わってましたね、うん、チートイーシャンテンはい立川なんか統一古橋近藤さんは 悪いダメおドラ引いてきたこれは三ピン2枚入れなんでも決めそうですねドラ短期想定山さんです山さんチャンス、うん、うんでもなんか立川さんってドラ短期のリーチあんましなさそうですねじゃあ逆に、はい、白が重なっての E ピン短期いかがでしょうかいやいやますますやめてんじゃないですかねめ,めっちゃ良さそうですかね E ピンは確かにめっちゃいそうだし <laughs> リーチしても出上がりの可能性高そうですね,ね 空想は縦残しますか。ピンスピン、スーワンパーピン。切れてる範囲はなかったんですけど。ドラはもう切らない前提みたいな感じですか。選択早かったですね。ですね。百万二回上がっております。確かに。百<は>万二回上がってるなら、もう一回上がれるって思っちゃいそう。三節四節、続いて五節と。すごいっすよね。極真無双に勝数し。<laughs> 僕なんて一回もリーグ戦なかったことないんですけどね。それでも安定した成績を残されて,いていや。いや、僕狙わないだけじゃないですか。<laughs> はい、すぐポンしちゃうんですよね、トイトイで。でも、国島さんもね、九四九なくなりましたし。確かに、可能性上がってますもんね。えー、だいぶ上がりそうですけどね。そ,そうですよね。え、うん、釣り具ももう二回出ております。これで六七八のイーシャン点だけど、九ピンがフリテン。はい、まあ、運、う、満、ん、切るのが普通っぽいですけど。 Q ピン四枚目。そっか、どうせウーワン切ったところでカンローピンに受けるツモがないですね。だったらシンプルに。はい。あでも Q ピン四枚切れじゃん。きたきた来た。E ピン三枚目はい。でリャンワンもねいいんですよ。悪くないすごい景色。実際？わあローピン振りで引きのエースすごいじゃないこれ六チッパ三色確定のリャンストリチです。リャンワンは山に。 二枚あ、山にかはい。全山リャンウソはリャンウソもありそうだな五六。二山二対2あいけるいけますよいけるしかも白鳥さんの聖杯リャン1めっちゃ通りそうだから他から出てもおかしくないですね、ええ、確か今日のトゥデイのポイント的にも上がりたいリャンワン対リャンウソリアンウソここは立川さん強くいきます、ね、これ最後までリャンワン短期までありますねありますよねリャンウソ振りてんだから止めようがないですねええ 惜しい,惜しいでもリアンマンの上がり率はどうだろうなあ,そのあリアンそこ,こに流れた、えー、他のその2人の安全牌によりますけど詰まったらねリアンワンなんて結構早めに打たれちゃうそうですけどうんうん、うん、行きたい行きたいいや行きますよ最後まで行く行くなんならリーチでもそうなると思いました<ー>ちょっとむしろむしろ出やすくなるはないか ない気がしますけど、<ー>うんない気がしますね。山にの山一一対二一対二ですね。さあ白鳥も三色確定ですから高打点。めちゃくちゃ勝負どこですね。はう、い、<laughs> 怖い。つまりそう。<laughs> 白鳥があとつも四回。立川はあとつも四回。一対二。 全然取ってないこれで目立ちましたねただ目立ったところで立川さんに「両腕がそこまで効けなのか」って言われたら微妙なんですよね。信頼度は高いですけどね立川天杯度は。と太川さんあっ1対 1? 大きいのはこの最終盤で残りツモ盤ないとかなった時ああ両腕なくなった両腕切って粘る手がありそうですから。 もうここまで来たらやみてんぞこういなりう。んわー第0チラトリの上がりとなりましたこ高田県いつも三色となります三千九百オールいや止まんないよこの人ああもうトップだも強い,いわもうトップどうぞ,どうぞ <laughs> めた <laughs> 今ねへこんでましたからねあるなと思ってましたけどぬか野郎っぽくさ ね、またね順目変わっていけばもしかしたらねねていうか<や>すぐ近くにね2枚ともいたんですけどねそうなんですよしかったけどり強しまた悪くなさそうはいこれは手なりになりそうですね自敗から切って熱ありませんがリアン面ーツがいくつか今後も悪くはないか多分ねまくられておおい,いピリアン2品ですって第1弾はえええっ2面ホテ <laughs> 斜面固定ドライイーピンですね、あのー、トーンとかじゃないんですねですよね普通トーンとかですよね、はい、立川さんが仕掛けた何のポンです他に中も統一でありましたこれは約約本一丸見えなので、はい、積極的に仕掛けてきましたペイガンコウ、直風のペイガンコはフルハ意外に白鳥親番時間ないかもしれません そうですね。古橋さんも結構スピードに寄せるかもしれないですね。ドラ、ええ。一旦置きましょうか。こちらです。ふるはし。ジャンプができました。なんかあんまり古橋さんって千二千とかでラフにリーチ打つタイプではないので。ええ。となると。だったら泣いてね。千点も。あんまり変わらないでしょって言って。普通に仕掛けていく可能性もありそうですね。はい。 まあ安全度も高いですしね泣いた後とも、うん、間違いないですそれも大きいですねあいピンフのいいシャンテンいいところが入りました役割になりそうなイいシャンテン先にルマン処理うん2ピン先切りで一数ピンを生かしてるのに入りません今度何の果敢16分4分ここでドラを放っていきましたこれもちょっと怖いですねはい その立川さんっていうキャラクターも含めてかなり整って立川さんといえばドラ大事にするっていうイメージがーかなりキレなそうですもんね。はい。中央イーシャンテンですね。あ、リアンシャンテンかごめんなさい。リアンシャン店。電話切っているはい。古橋シャンテン,テシーシン,テン皆さん閑老ソはなくでしょうね。はい、内テリアメのサブロスの天配が入れられるところです。 残してもいいですよねその3層縦になった時単四になるし、はい、2層引いた時はピンクイーペイコンになるしあ,<ー>あ仕掛けられる方ってことか <laughs> 泣くんだなるほどもうどうせマンズの本一をいる局面で三ワン残ってるから、はい、どうせもう交差点でねその勝負できることがないと、えー、例えば単四になった時もイーペイコーになった時も三ワン残ってたらどうせリーチしないよとだったら仕掛けられる方にしたって感じですか。 見事立刀川から酸素のっぽを入れました今藤さんは折りですねね、厳しくなっちゃいましたねうん何も引かないですダメだ中古橋さんもあこれパーソー、まあ、パーソー切りそうですけどね、うん 白鳥さんがそこまで高そうには見えないんですよね。はい、ちょっと前に切られた立川さんのい、e、いピンに声かかってないので、うん、例えばドラドラのトイトイとかはほとんど出てこないと思うんですよね。タンヤオ系だったら、うん、だったら安いですよね。うん、このい、e、いピンが切れたらもう安<い>鳥さんはトイトイがない限り、まあ、はい、マックスが単葉をトイトイみたいなそんなイメージになりそうですね。天パいいピン切ったら血が入りますうん。どっちも悪くなさそうですね。 マン,ズじゃそのマンズが本一がいる局面でマンズがないマンズ待ちじゃないので、はい、どっちも悪くなさそうなのでシンプルにウーピン1枚切れてる分枚数で関数ウーピンにした感じですね。それはないで白鳥も三郎マの天スーピンここに来た。スーピンは山に2枚。ただ白鳥さんがもうほぼ1,500点確定したので、ええ、周りは押しやすくはありますね。白鳥にははい 管理アンピンにしちゃいますどっちも良さそうなんですよね、はい、ピンズの馬強がじゃあ打点上げて確かにシンプルに管理アンピンがいいかもしれないですね積、うんはい、もって1326もまあまあ嬉しいで上がりは二六ですから切り今度はここは<ー>スーピンなら出るんかい、うん、マジかウーピン手出しじゃなくても ね、いやどうでしょうねワンチャンスになったのも大きいかもしれないですけど<ー>いや切りそうな気がしますね、まあ、少なくとも近藤さん目線親の連ちゃんは嫌は嫌なんですけど、はい、こうんそうですねまんずっと白鳥さんに打たないのを大事にしそうなのではうそ数ピンを打たれてた可能性が高そうですね古橋さんもね数ピン切られる嘘を切られるとなると。 ここに来た。あらららら、サブローマンも薄くはなってきました。うん、手のうちで5枚使われ。まだ3枚。あ、掴んだ。あらららら。これで残り2枚ですが、フラッシュのローマン止まる。これは白鳥さん警戒したというよりは、はい、立川さんに万が一論って言われるのを嫌がった感じですね。自分が関数ピン上がり逃した後に。ええ 関連品2枚切れの状態でその7千のうわあでもローマなんだロッキまで復活むしろファインプレーになってもおかしくいあすごいすごいじゃないすごいねこれこれ気持ち気持ちフルハシダが出てましたなるほどなるほど確かに白鳥さんの町ち候補もサブロー1スッチー1が相当濃厚になってましたね安いとはいえ安いとはいえソーズも そのピンズもほとんど通ってしまったので勝ち<ー>候補はかなり少なかったは少なかったんですね、はい、だから古橋さんからするとその太川さんもいるし <laughs> なんなら白鳥さんにもどんな可能性が高いので、はい、止められたって感じですかいやでも見事ですね見事でした自身でね上がりまであるとは思っていなかったかもしれませんが、ね、お見事な一曲となりましたな一曲でした続いて何易曲今度の野蛮ドラグマンシャーがアンコワ太刀川三差しが見えます丸見えです ちら取りでは、では立ちまたいいか。いいですね。ドドさはい。はい。ほぼタイヤをいける。親番。はい。いけそう。わあ、でもこっちもっと早い。あ、にゃ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 。あ、すごく早い。すごく早い。本当に。でも、立川さん的にここ上がりたいですね。あ、でも、しかも、立川さんね、2万、あ、ここも早い。早いね、早いですね。

ちょっとしないですねさ。すねドラの入れ替えもあります。ドラんこだよ。こどこを残すか。数ワン切るのがその最終なんか五ブロックで一番広い形だったんですけど、はい、ダイレクトに三ワンがある分ね、はい、今の広さはこっちの方が広いです。<お>なんかイーシャンテンを強くしようと思ったら数ワン切りの方が広かったりしますね。んお差し押の可能性も出てきた。 これはおかしいでしょ近藤さん。あ、そうじゃ見せない方がいい。そう,そう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 それは間違いない。ああまあでもすぐわかりそうですけど、ね。<laughs> そうですね。うん、この後すぐわかっちゃう。でも一順が大事かもしれません。近藤久春がこの順目親番でチーズポンしてパーソーなんだと。えー、ってなりますね。はい、引,っ引っ張る。引っ張る気合気合で引っ張りますねこれは。い <laughs>、ね、どこまで引っ張るか。 このチーポンだけだとねまだねドラドラの遠い手とかも全然ありえますからね結構違いますよ相手の警戒度はでももう切りたいでもチーーソポンののパななかまままああ方でもねこチュンとかハクとか残したいじゃんあもうこれでやむなくあれ近藤さんパーソーはおかしくないって言ですねしかも引っ張ってたのがもっと怪しい確かに怪しいそれごまかそうとしましたねって感じるかもしれないでもこれ泣けそう 1番先切る手もありそうですけど縦に来た時はね単位をイしてリーチできるんで,いいで先に切るのが普通ですねあこれはもうダメだ絶対高い1万2,000じゃない 1>, 1万1,600スッチーピンは、はい、実際は1万1,600キャッチ山4いやでも古橋さんの手配からは多分降りますよこれで山3になりました絶対警戒します、ねうん この後一通で転廃した時には危ないかもしれないですけど、はい、現段階の形から打つことはほぼないと思いますこれは警戒度マックスですねマックスでしょうね <laughs> でも立川さんは行きたい行きたいですね <laughs> <や>ギャンワンで打ったとしても<ン>なんかドラがいっぱいあるケースはほぼないですねい、ええ、けそう今回は先に数案切ってるのでむむこれ近藤さんがドラいっぱいあるケースって2355とか23555なんですよね数は先切りほとんどしないんですよねはい、うん ということでアンアンは非常に切りやすいですこの後ですねどこかな街はまあでもやっぱりローピンのまたぎの可能性高そうですけどねやっぱりドラが複数ある、はい、風に読むと思うのでそうなるとね<ー>マンズマチも実際今バンは通ってますし、はい、相当なさそうなんでローピン先切りしてるまたぎとかめっちゃ危なさそうですね 白鳥はこれね白鳥さん目線からパワーは四枚目なんですよねで近藤さんにドラ固まってると思われるじゃないですかそなるとこのウッパはめっちゃ弱えなと価値がない本当はドラ引いてねドラドラって引いたら三千六千なんで狙いたい手配なんですけど状況に合わせた地ですねランのテンパを入れていきますうわ流した流した流したちゃ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 立川さんが一番危ないよ大丈夫降りたくないよりあーさすが うえー、すごい流れるじゃん。キラチ。あ<ー>。いやでもね、ここまで徹底的に打点見てた白鳥さんですけど、ちゃんとここね、えー、その相手の仕掛けに合わせて。えー、しっかり一連取ったから、こうなるんですよ。すごい休まない。であ、リャンワンも結構薄いっすよ。リャンワンは薄い。一枚,枚ずついるか。あ、じゃあ、リャンワンのがまだあります。あ。ん。リャンワンないですね。リャでもない。うん,う,んうん、うん、うん。 高めのウーマンが一枚あるだけかしら。本当だで、近藤さんのスッチーピンももう一枚しかないですね。一対一。はい。一対一白対三強いからなー。全部制してるんじゃないですか。うん、ここにたーえー、じゃ、りょうまゼロー。スッチーピンだけ。はい。 さあ白鳥さん多分スチッピンやめると思いますけどね、はい、スチッピンやめるところかウッパーピンとかもやめそうと思ったら今パーピンが通ったんで他なんですかね他ないかそうあっ三郎その二度受けとかがまだ通ってなさそうですねうん自分から見てもあそっか数ー,ーまだ。うん 一応、食い延ばしの形はありますね。ただ、先にローピン数ワ切り出して。チューンも切って、チーして、パーソーなので。食い延ばしの可能性は相当ないんですね。相当通,通り、通り、通せそう。通せそう。うん、僕は切ると思います。あ、ごめんなさい。シャンぽんがあるわ。 リャン涼藻<ー> <laughs> はなさそうですけど、はい、シンプルなリャソ藻のシャンポンがありますねごめんなさいそうですね涼藻のシャンポンがあるとなると、うん、今度はそのリャソ藻のシャンポンの片割れを探したくなるんですけどマンズが相当なさそうなんですよね、ええ、じゃあドラとのシャンポンはなさそうそう,そう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 あやドラのシャンポンがあるかどうかじゃないですかそのローピンも これあると読んだんですね。リャンソウウワンのシャンポンぐらいしかなさそうですね。あ、持ち帰てきます。いや、しないと思いますよ。聞いてきました。スチーピン。いや、リャンソウウワンは普通にありますね。はい、特に近藤さんだと。その単用見えてる手配でも、四五五の四先切りとか普通にしてきそうなんで。はい、普通の人はしなさそうなんですよ。<laughs> その面前でリーチした時に。ええ、その、あ、違うか。ポンして数万だから、全然あるわ。 ごめんなさい全然ありますねそのウーワンとリアンスのシャンプー否定する材料全然ないですわすいませんあポンしてス、まあ、ーマンしてだから、ねはい、さ先切りではないんですよねはい。ヤをドラドラで仕掛けていったっていうのは全然ありますねでローピンとかも先切りしてるんで確かにウーワンの片割れを探すとしたらリアンソーめっちゃ可能性高そうですね逆にウーソとかだったらおっしゃると思うんですよねまた天敗そういければ あとツモ1回ちょっと他の範囲が通り過ぎたせいでまともな両面があるとしたらスッチーピンぐらいしかないせいでこの3層ンンの危険度が上がってるってことですね。さっきまでは近藤さんがウーワンに固まってるとなると自分の上がりが相当ない段階で順目がある程度残ってる、はい、これ最後までテンパイ取りきれるか微妙なんですけど今押してしまえばこの。 ね、最後まで天敗取り切れる可能性が高いので、はい、今度は取ったって感じですね。竜極です。今度積もれず、今度白鳥大天敗竜極でした。マッチはスッチーピンでした。二天敗ですね。何局連チャン中の一本馬です。<laughs> まあ、何はともあれ連チャンできたんで。はい行きましょう。 まあでもなんかこれ本当に上がりたいなっていうのが上がりになってないですもんね近藤さんでもいいかもマンズの本一にしたいですあっ<ん>でも下の三色もうっすそろあるから難しいですねまあでもやっぱりはい本一メインですねこれ、はい、あダブナン統一シャア統一白一枚立川二万六600しい。めっちゃいい違いました 四点ぐらいだったすンンですね。大変失礼しました。立川さん難しいですね。どう打点見ていくか。ピンズには寄せなかったですね。ですね。今パーワンパーワンとか言って。うん、ピンズの本質一気に寄せる手もありましたけど。ね、現状持ち点二万六百点持ちなので。はい、思い切って本一にする手もありそうですね。ありそうですね。 まあダブナンポンしてってなりで進めても大体2,000点になっちゃいそうなのでちょっともうちょっと欲しいですよね、うんまあ、だから結構ドラを引っ張る手配なんですよねいずれにしても、はい、だったらついでに本一も狙っちゃおうかなっていう手も有力で、うん、になりそうですそして古橋が単陽系のい、e、いシャンテンになっています単酸素とリャングマン3万600点持ち単酸素は地位していきそうですね、えー、単陽1,000は1300で、はい ああこれで卵巣・スーソーになりそうですけど親の現物は卵巣ですこれはどっちから切るかでしょうね卵巣、はい、の方が安全度高いけどスーソー残すとウーソー引きでいい形が残るよ残どっちからにしようかなっていう感じだと思います今度はマンズの保湿全然入らない立川これは目いっぱいにしたいですねいきたいです3色も一応ありますか 3色というより今回はウーピンチーピン引いた時に単ヤをイーペーコンできるっていうのが大きいですね。ダイレクトなローピンチーワンのシャンポンって弱いんですけどこのあとねピンズが伸びた時にチーワンジャンポになってるとさらにいいシャンテンになるとますあこれでパーピン引けば3色確定ですし高橋さんは3色待つタイプですよね。 現状の持ち点的に2,000点上がるとまあまあ3二六でちょっと有できるんですけど、うん、できればもうちょっと加点したいところなんで、はい、リーチして13002600狙う手も十分ありそうです。これでね近藤さんにマンズの本一の仕掛けされちゃったんでちょっと闇てあ最後まで闇点になりそうですけど、えー、パーピー流されちゃった。あっツモじゃないですか単葉ピンフ振のツモ。 これで三人、上三人がほぼ並びになりましたねはい立川さんが一人沈みということですラス前まで訪れました立川の野蛮ちょっともうこれ黒子の麻雀打ってる場合じゃないですよじゃあここあたりで役前入れますか入れましょう <laughs> こ,この局面で黒子の魔ジャン打ったらね本当に黒子ですこの手配が良さそうに感じますハクも統一でいやちょっとハなくか迷う手配でしたねハク,ハクもあ,ありそうあ、うん。ありそうありそう全然ありそう、うん、ただね,んねれ連チャンできなかったらほとんど一人沈みになっちゃうので <laughs> そのバランスうんそのバランス難しいんですよね <laughs> はい ミ浦さんだったら、例えばね、これトーン一曲だったらね、はい、余裕です一枚目スるするんですけどすよ、ね、余裕ありますからねまだ。そうそうそう,そう<だ>この局面だとね。どうなんですか。たださっき三ピン引いてきてなんかピンズもイーペーコーっぽくなって、ええええ、立ててゴツゴツして高打点見えてきたので、僕は一枚目スるしたいなっていう形ですね。で二枚目で泣きましょうかと、うん。ぐらいにしそうですね。ああ白鳥さんもう形のいいところ切っていきましたね。 ドラ切らない前提っぽいです。一品ドラでしたね。はい、今三三二ですけども。ですね。うん、ここでも打点見ると。でシュがドラドラ。本当ですね。これでスーピンですね。うん、使います。形はイいシャンテンなんですね。もう,うん、このグケリチーチ打つかは微妙ですね。ええ、チートイいシャンテン。各一枚目泣かなかったんですけど。バーピー。 いいや難しいですねーいチートイ決めちゃってスーピン切るとかも全然ありそうですね、うん、これだと両天瓶ってことですかです、ね、次メンツができた時はメンツ手になる可能性高そうです、えー、まあでも状況的にね何でもいいからリーチっていくと結構でかいんですあこれは嬉しい,たいよ、うん、メンツでもいい射点になりつつチートイも残すし、はい 全然安心感違いますねですね <laughs> さっきの形とこれだとね白ポンテン取ってトイとイ変化も望めますね、えー、お白が一枚切れです近藤さんは上がれる気がしないですね <laughs> 厳しい想像にも寄せれないし <laughs> こっちはリャンシャンテンドルハシはドラドラ白鳥役割になるか現状は役割になることなさそうですねはい でもリーチもなんか安易に打ちたくないですよね形良くないとドラが重なったら行くとは思いますけど、えー、ドラ短期で行く状況かは微妙ですね、はい、例えばパーソ引いた時って一通変化とかも残るのでドラ短期もねリーチ打ちづらくはあるんですけど<ー>ただドラがドラ引いた時はねもうどうせ打点十分だし、はい、変化も老ーしーぐらいしかないしそれならリーチとって、うん、なりそうですねパピンパピン カンパス、オットペン、サンピントをあとはジャンと探しシラトリイーシャンテンなんナンは無しタチカンもイーシャンテン <laughs> そろそろ安全度も考えたい時間帯ですねドなると形的には九番はそんなに価値ないんですけど、ええ 安全度はめちゃくちゃ高いです。あ、これ観するんですね。ですね。つも版見に行きたいって感じですね。っさっき言ったみたいにドラヒクかドラタン気になれば高打撃にもなります。<っ>もう近藤さんは大体降りになりそうですね <laughs>。これはちょっと厳しいです。あまりにも。立川さんは降りれない。行きたい。 もう順目的には、チーソーのポンテンとってもおかしくないですね。チーソーポンして。チーピン切って。はい。経典取りつつ。役割、うん、にもなるし。待つみたいな。ふにしそうではありますけど。これは来たぞ。そう、小石案件じゃない。三品はなし。はでも白がある。百一枚。 チーソゼロじゃあジャスワンコは現状ないですねないですね。しかもチーソも結構出ない牌ですね、えー、白鳥さんがペン3ピン引いて一旦急走短期とかにならない限りははい。結構打ち出されない牌。ただテンパになる可能性だとね結構あるんじゃないですか、うん、そうですねリ2ンピン数ピンの気がありますね、うん、白鳥はチーマンのアンカンを入れています そっかチーあんかい入れたから古橋さんが結構絶望みたいなもう絶望してますねこれは <laughs>、ね、もういけて天敗だろうなぐらいに思ってそうですはいそこはイーソーキ切るかカンパースを払う手もありそうですね白鳥の選択ですあカンパースを払ったってことはこれチーソーが余る可能性出てきましたね出てきましたそしたらポンしてなんなら先に白引いちゃえばはいあローン打っゃか けけるけど白は山の中ここに来たあ出た出た出たトイトイだスピンだ役配トイトイですこれ一点してるといさんピンチになりましたね、ええ、もうチーソーがアウトになっていますイースーソー3ピン引いたらアウトですはいキューピンは切りやすい方ですねかなり切りやすいほ 小さ過ぎとは言えますがどうでしょう。なんか立川さんのリーパイがちょっとドラドラっぽく見えたんですよね。三、ええ、ピンのところにイ、e、ーピンあってもおかしくないなって、ええ、ちょっと警戒はされるかもしれないですね。はい、ちょっと小さい気持ち悪いですもんね。ちょっと気持ち悪いですね。ねなんだろう。ペンチ小さんもあるし、あこれで出ないですね。パーソーがどうせ打てないので、ネバルなら他のハイ選びますね。 これでパーソー重なった時ぐらいかなペン三ピンでも勝負するかもしれないか、ええ、パーソー重なりはある、まあ、パーソー重なりは多分チーソー勝負すると思いますね、はい、チーソーとサンピンあまりございませんフ橋シさんはドラが絶対切れないので相当厳しい、はい、いいシャンテンではありますがこれは行くと思いますけどねチーソー補充立ち川流れです吐くといとい 7700ですでも切り方的に結構危ないと思ってたっぽいんで、えー、やっぱりトイトイはケアしてたっぽいですねただ天敗となるといやでね自分積もってそこそこ打点あるししかもね今天敗量結構大きい局面だったので、はい、まあ当然取るみたいなぐらいだったと思いますけどただこれで順位は変わりました立川が3着あ変わったんですね、はい、白鳥が4着に落ちていますうんじゃあ痛いなったい。 <laughs> <laughs> ってことはとか言うから見ちゃったじゃないですか <laughs> トータルポイントチェックしちゃったじゃないですか <laughs> まだ首位ですまだ首位です600点差でコンノさんの上にいますね上には首位です立川 <laughs> はまだまだ連チャンしたいところですし <laughs> 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 今の連チャン大きいですよね <えー S 1> 一人沈みの危機だったのが七千七百円上がって三着浮上なので、うん 非常に気分がいいです。選択もね、いろいろチートにするの。るの確かに。難しかったですもんね、途中。白鳥手配いいか、シャア自家製のシャアが統一で。なんかみんな結構良さそうですよ。音曲は。ドラ含まれてる立川さん。ラヒさんは面単品丸見え。ドラも一枚。白鳥さんもリアンシャンテンで、うん、シャーポンしてもいける。今度は。小野さんに写真が見えるんですよね。いいですね、皆さん、うん。全員うちに寄ってていい手配。ええ。 おう嬉しい嬉しい123まで123か1通どっちかできると最高わあこっちの方がいいかも目まぐるしく手配がよくなっていきますが廣瀬さんねシャードラ1の2,000点でも一旦ラス抜けできるので仕掛ける可能性の方が高そうに見えますね12回戦の分もありますしあ来てるここが一番勝負手だ2走何 ?2 走になりそうですねドラはあるんですか ドラは残り山に一枚。近藤さんも<ー>ゆったりと急走切って。はい、安全度も確保しながら打点狙ってます。<っ>一応いいシャンテンだけど切りそう。いらないか。いや、これいらないでしょう。ンズいや、古橋さんはつもぎ、いいや古橋さんはつもぎりますよ、これ。 他に切るないですもんねそれぐらだって小層の3色の種は絶対切らないしまんず三面ちゃんでね単品の種だしこんな切らないこないピン以外切る古橋さん見たことないですねこんなのこれはね一旦持つでねいいピン切って3ピン振り点含みだしいシャンテン取りつつ変化も見えますからね。からの高打点に 近藤さんもこうだって,て見えますか。うん、ちょっとずつちょっとずつ進んでますけど。<laughs> はいはい、ただ順目も進んでおります。この勘違は嬉しくないですね。だからといって。いや、これも切るってありますよ。なるほど。まあ、うん、ただ、立川さんは一旦インシャンテン、医者手になる、取ること、コントの方が、そうな気がします。はい、あ、転売だけど。受けがたい。うん、受けがたいですね。ただ、今回パーソナ、場所いいですね。 じゃあリーチもどうるんですか？リーチは多分しないんですけど、<laughs> この天配取って三色変化を待つか、はい、急走切って天配外すかの二択だと思います。皆さんは？僕は急走切る方が多いですね。天配取らず。古橋様でした、うん。変化した上でさらに二枚切れのローソパーソー待ちではちょっと上がりの可能性低そうなので、えーえー、自分三三六持ちのトップ目ということも含めて、はい、上がりやすさで急走切りそうです。 別にこっちでも高打線の可能性ありますからね。でもなくパーソン持ってきちゃったら、まあ、ペンロー層で。いや、取らなさそうです。あ、取らない。六、はい、チッパです。けど。だめか。五枚切れなんですよね。六九層。ああ、これはリーチだー。あ、来た、最高。ウッパーマン三六九マーリーチです。これこれ。<laughs> 待ってました。だよねってね。うん、気持ちよくなりますが。上がりまでが。勝負です。 ちょっとも数えるのもめんどくさいですもんねやめましょう数えるの、うんはい、<laughs> 多分サクッと決まるんででも立川さん積んでますもん、うん、えあそっかサブロー,、うん、ー Q1、ま、ウッパーワンこのルール一発はございませんが、はい、リースピン普通もドラで1300に1600の一本番の上りとなりましたフラッシュですそして親番を迎えますトップ目で迎える親番うん、これでオーラスかなり攻めやすくなりましたねはいいつも以上に攻撃が、うん 出てくるでいや出ると思いますよここはかなり稼ぎ時に見えますねそれも皆さん分かってるでしょうからね、うん、ここは終わらせましょうよと一致団結するんでしょうか終わらずです8,000点打っても沈まなくなったしいきやすいな、うん、このトータルポイント的にもね叩きどころに見えますね3万9100点です ハック一泣きするとなるともう相当やる気だと思いますブラウンさんタイプ的にどうですかね<ー>うん、結構ね一枚目泣かないこと多そうな形ですけど、はい、これハック一泣きしたらもう絶対連チャンしてやろうみたいなそういう意気込みが伝わってきますねなんかもう昔は絶対泣かないと思ったんですけど最近はちょっとわかんないですよね、はい、最近いろいろね幅持たせてきてるんで、えー、すごいわかりづらいです でもユラさん的にはなんかちょっとやりづらいなっていうのもあるんですか、はい、やっぱり幅が多い方が同卓しててやりづらくはありますね何してるかわかんないってなっちゃうと、ええそのね、毎回絞ればいいわけでもないし毎回押していいわけでもないしあ、本逸かドラだピンツの本逸、うん、そしてダブナント逸は白鳥じゃあこれいつも通りですねその絶対連チャンしてやろうっていうよりは、はい、いつも通りの親番で後立に狙っていこうっていう感じですね、はいはい なのでドラドラでテンパれば直撃でトップだし<っ>間違ってアンコになったら、うんうん、どっかでてもトップです。今局はねなんか1,000点もあるかもしれないみたいな感じなので全然ありますね分かりづらいですね、うん、ドラドラはどこ切ろうかなさすがにペイになりそうですけどねポン材は残さないいや考えてますねこれは。か <laughs> かしかった <laughs>、うん、キュピにひれ こうして、うん、こうしておくと、その例えばペイが安値になったりペイで積もったりして1300、2600でもトップになりますね。ほうほうほう、あそれはおじ大きい一つかもしれないですね。うん、確かに3900だともうん、うん、直撃するしかないけど。うんうん、おーパスワードつまぎり。うん、ペイ安値には備えたって感じですか。うん、パスワードつまぎりはロッ層の出やすさなんですか。ですね。おほ。 も白鳥さんも来てるよ。古橋が動く白のポン、一泣きでした。うん、これをね、普通に進めてたらね、白ド、はい、ミになっちゃうところ、をしっかり本一にしてますからね。背あたりいいシャンテン。ここあたりでチーピンを放っていきます。古橋さんの捨て牌がね、マンズしか切ってないので。ですね。まだどっちの本一かわかんないんですよねうん。早く正体ばらしてほしいとこですが。これ急走引っ張るかも。分かりづらくするために。うん ペイの重なりちょっと痛いですもん、ね、痛いいでですすねそれにどうせ九ぐらいだったらね先切りしてぼかす人はいっぱいいるので九先切りしたぐらいとかね九先に切るかどうかぐらいじゃそんなに変わらないというのもありますね。はい、これが例えばね酸素とかウーとかだったらまあさすがに想像の本質の可能性低そうだなって思っちゃうんですけど、うん、ああこれ9相、ね、大丈夫ダ<メ>えめいやダメ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 絶対危ない。ダメだね いや、だって、近藤さんパーソン先切りしてます。もんはい。次ですね。次にならないですか、これ。なります、なります。右にセットされてますけど。え、でも、右にセットして、今、中からペイ切りましたよ。確かに。ペイは、<laughs> 完全安牌か。あの、でも、ラ橋さん、ピンズ余った。あ、確かに、そうなると、もう、自牌も切りづらいし、うん、ピンズも切れない。え、じゃ、あ急走じゃん。急走です。これだ。次だ。急。お<ー>お<ー>、完全安牌、もう、完全にやめ。合わせね。 確かに立川さん24%パーで700点差の三着ですもんね、はい、打ちたくないです打ちたくない、はい。<ち>いやでもち,いちゃんとしてますよねこの辺は白鳥はいかがでしょう白鳥さんは上がらなきゃかなりラスのままなので何ければいいか分かりませんドラガスン。近藤さん嫌ですね仕掛け <laughs> どうしようギャンピンも危ないのかギャンピンも微妙だしな。もしょんも難しいですねこれロゴマン ロマも違いやローマンも違うかローマン危ないのでなんかまっすぐ2ンいくか、はい、安全に3ピン切るかの二択になりそうですけどね。はい、あそっかそっか古橋さんもいるから。数、うん、ン絶対切らない前提でなんなんもなくはないんですけど別に安全牌ではないのでま、ね、っすぐ2ン,ンか安全牌の3ピンで迷ってそうな気はするんですけどどうでしょう 難しいな。ま自分が金砂とイラス目ということを考えると、はい、なんかリャンピン切りな。気がしますけど。えー、どうせドラを切れないって考えもありますね。はい、なら。でも、老安が今危険なんで、っやっぱり安全に行きましたね、ねここは。ロケそう。古橋はイいシャンテンです。わ、ここに来た。ああ。 でも次じゃないですか。まだ違う切れる方はあるんでしょうか。えっとソーズ全滅、ピンズも一応当たってもおかしくない。うん、はい。ソーズとピンズは全滅ですね。じゃあマンズ？マンズも近藤さんに結構切れない。ないシャー、ションパイ、なんもションパイ。まあ一応二枚持ちだけど、うん、これ次急りですね。あ,あ、じゃあウソで粘れますね。はい。でちっといつね。 本当の手が後ろ止まりました。すそつもぎり。いいマンもいけるか。いいマン大丈夫です,、ね、ですね。これ切らなくていい方向になるかもしれない。やー危ないですよ。いつでも危ない。危ないけど。どうだ。ヤンピーはトータンは淘汰ばっかですね、はい。今度が切っています。ロッキーソマチ。もう切るのは立川ぐらいしか。 山にも残っていませんか。いませんの。どうなんですか。急走はないですね。ローソもないですね。じゃあ立川さんしか持ってない。<laughs> そうですね。あとは白鳥さんがまあ選ばなそうだけど、フラッシュの切り番ですね。広いのはウッパーピン切りなんですけど、ええ、安全度で三ピン切るかどうかですね。ピンあ、B、e、ピンも安全ですね。自分の目から三ピンが四枚見え。 バーピンは通ってないけどさすがに形でウーピンって感じですね自分都合できました、うん、なんかイ、e、ーピンとかリャンピンとかまあまあ強そうですから、はい、自分の都合でいきましたまあ手出しがありましたがリャンピンを切っていった白鳥、うん、ウーピン切られちゃいましたねこれ危なくない切る範囲なくないですかうんと。いやないなない,これないないなないな多分ないなこれ急走だな とうとう。選ばれるか急走。いや、これ急走でしょさすがに。マンズ通ってないもんね。だめだ。き、えー、れなきれな。これ急走だ。あここは近藤の上がりとなります。チュンドラドラです。三千九百の上がり。さあ、これで三回戦が終了となりました。トップからいきましょう。古橋。二着近藤。三着白鳥。 4着タッチカード並びで終了となります続いて最終4回戦お届けいたします